どうもレオです。ポッチです。サカツクロードトゥーワールドのガチャやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、また月末のスーパースターフェスですよ。はい。でね、今回ね、あれなんです、2018-19 シーズン、まあ新しいシーズンだね、うん、選手が来ましたと、うん、今年そうで、まあね、あんまりね回す気なかったんですけど、うん、ちょっとね気になる人がいた、気になる人がいましたね。で、何が気になるかと言いますとね、うん、まあぶっちゃけ今使ってるフォーメーションだと、うん、使えないは使えないんですが、うん、ちょっと新しいファラオがいらっしゃってですね、超速の王がいらっしゃるんです、うん、これはちょっと引いときたいなと、うん、重いですね。まあちょっと多分なんかね、1回目だからなのか、まあ出やすくなってる19シーズンだから、新しいシーズンのあれで、今回多分あれなんだね、プレミアなんだね、あのファラオと一緒に組んでるサディオマネと、うん、あとは確か今ちょっと間違ってたらごめんなさいなんだけど、シティかな、ジェズスが入っており、うんうん、で、このね、今戻しちゃったけど、うん、ジェズスが新しいプレイスタイルのフィニッシャーっていうのを持ってて、ほう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 、これもこれでちょっと気になるなって思ってたりはしますと、うん、まあ本当にね、昨シーズンそうだったんですけど、サラーはすごかったですし、うん、すごかった、はい、もうね、本当ね、いい選手だなって思ってますし、うん、まあ、今年あれですよ、あのブスカッションっていう、うん、ベストゴールを受賞した、まあ、ちょっと批判されたりもしてるみたいですけど、あ、そう、もっと他にいいゴールあったろみたいなこと言われてるけど、うんうん、僕はもう十分値するんじゃないかなと思ってますし、素直におめでとうございますって感じではありますが、うん、はい、じゃあ腹を狙い、そうですね、出たら嬉しいなっていうのと、あと今回ね、あれなんです、ゴールドスーパースターフェスってなってて、うん、出現率 10% って書いてあるんですよ。うん、結構いい。そうなんです、今まで 3% だったんですけど、全然いい、全然いいので、提供割合も確かそうだよね、普通に 10% になってるんで、うーん、いやー、来てくれたら嬉しいなって、うん、思ってはいますよ、うん、なのでね、まあ回して、まあ10連ですけど、10連、うん、はい、回していこうと思います。はい、はい、で、まあとりあえず1回最初はね、チケット、はい、チケットをね、役落としですよ、うん、行っていきたいと思います。はい、はい、もう回していくよ普通に、うん、誰が来るかな、あれ、おー、うん、おー、ちょっと気にはなるけど、あー、やはり読むか、あ、ディマリア、あ、いいっすね、うんうん、あ、いいよ、え、これ最初にいいの来ちゃったら、いや、でも見て、星4だから星のやっぱり星5になるので、よいしょ、お、怒るとは星4だから、あ、これ決まってんの、そう、決まってっから、あ、ラメラは多分持ってたはずだな、うん、まあでも、まあ、いい、これでちょっとずつでもメダルがもらえるんで、うんうん、さてさて、じゃあ、いよいよですかね、よし、10連だから、10連だからね、でもなんでもなんだ、毎月10連回せるぐらいゴールデンボール溜まるので、
まあ結構ありがたいですけどね。だあの毎回言うんですけど止めといてもらっていいです。鳴ってしまいました携帯。そう本当にこっちが今新しいファラオを迎え入れようという時に。私はファラオが来る合図じゃない？あファラオの予兆っすか。そう。よしじゃあそれを吉兆と捉え、うん、言います。よいしょ。うん？うん？うん？誰だろう？うい。ああ、まあ4ですか。ああ、ジャカ。いいっすね。うん。うん。まあまあ。なんか最初の方に来ないと本当にな。嫌な予感はするんだよな。スパイダーセーブ。ああ、まあまあ。うん、あーレイナね、あレイナ持ってた気がするけどな。いや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 、まあ 10% 10連で 10% ってことはまあ理論上1体来る気がするんだけどな、うん、まあでもね、うん、そんなに簡単にはいかないのか。どうなんだろう。ああ怖いな。もうそろそろ半分ぐらいいってるんじゃなかろうか。半分以上いってない？半分以上いってるかな。もうどうなんだ。ああでも3だなこれは。3って書いてあったし。そうだよね。今もう終わってしまうのかい？あ、終わっちゃったな。そうか。ジャカだけですか。うん、あー、でも新キャラが。あ、レイナ、あ、レイナ持ってなかったんだな。うんうん、含めて、5体ですかね。あ、はい、6体ですか。なるほど。ちょっとあんまり嬉しくない結果になってしまいましたが。うん。うん。まあでもここで、出なかったから、とりあえずあれなのかな。まだまだちょっと、他に集めていく旅は終わらないかなって感じではありますけどね、うん、あとまあ3人まあちょっとそろそろこの辺のカラスコとかウィリアン、キンベンベとかも星4のやつも星5にしてったりとかする必要がありそうだなって気もするけど、うん、まあじゃあ引き続きやっていきたいと思います。はい、はい、まあ、ちょっとまた今回は残念な結果ではありましたかって感じですかね。次回に期待して。そうっすね、うん、はい、期待していきたいと思います。はい、じゃあよろしかったら高評価チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。